山田牧子は、日本の優政官僚。戸籍名は吉田。総務省情報通信国際戦略局局長、総務省官房長、総務省情報流通行政局局長、総務審議官、内閣広報官などを歴任した。内閣総理大臣秘書官を経て、総務省において、情報通信国際戦略局や、情報流通行政局で局長を歴任した。 なお、総務省においては、女性で、初めての局長である。2016年には、総務省の官房長に就任したが、全中央省庁において、女性で、初の官房長となった。総務審議官など要職を歴任した。総務省を退官した後、内閣広報官を務めた。菅義偉の息子が務める東北新社における接待問題により、 2021年3月1日に辞職。東京都出身。父親が石川県農政課長を務めた1965年から2年間、金沢市で暮らし、金沢大学附属小学校で学ぶ。その後東京学芸大学附属高等学校を経て、1984年3月、早稲田大学法学部卒業。2013年11月29日。 総理大臣官邸にて、内閣総理大臣、安倍晋三により内閣総理大臣秘書官の事例を、交付される国家公務員採用上級公習試験に合格して1984年4月に、優勢賞に入賞。入賞同期には、慶応義塾大学大学院メディアデザイン、研究科教授の中村一かな、総務審議官の谷脇康彦。 内閣官房内閣審議官の武田博之などがいる。1987年にロンドン大学留学、1990年に下田郵便局長、2004年に世田谷区助役。総務省総合通信基盤局国際部、国際政策課長、総務省情報通信国際戦略局、国際政策課長、総務省総合通信基盤局総務課長。 総務省大臣官房会計課長、総務省情報通信国際戦略局参事官、経済産業省大臣官房審議官を経て、2013年11月31日、女性として初の内閣総理大臣秘書官に就任し、安倍政権の下で広報、女性政策、少子化対策などを担当した。2015年7月31日、 総務省情報通信国際戦略局長。2016年6月17日、総務省大臣官房長。2017年7月11日、総務省情報流通行政局長。2019年7月5日、女性としては初めて総務省次官級ポストの総務、審議官に就任。2020年7月20日、大官。 2020年9月16日、菅義偉内閣の下で女性初の内閣、広報官に就任。同年10月26日のニュースウォッチ Q で有馬義夫キャスターが菅総理に日本学術会議会員の任命問題について詰め寄ったことに対して総理が怒っていると電話で NHK の原政寿政治部長にクレームを入れたと報道された。 2021年3月1日、後日の菅首相長男からの違法共和接待問題の過中で内閣広報官の辞職願いを提出し、同日の持ち回り閣議で辞職が認められた。菅義偉首相の長男が務める放送事業会社、東北新社による接待問題で総務審議官であった山田真紀子前内閣広報官も2019年11月6日に、 長男と会食をしており、一人当たりの飲食単価は74,203円であったと2021年2月22日に総務省が調査結果を報告した。総務省は長男らに接待を受けた13人のうち11人について国家公務員倫理規定上の利害関係者からの接待に該当するか、その可能性が高いと認定し、懲戒処分などとする方針を固めた。 山田は特別職の国家公務員のため、処分対象からは外れているが、接待当時は総務審議官であった。菅長川に接待を受けて20日に、事実上更迭された秋元義則の公認となった吉田博士総括審議官は山田の夫であった。2月24日、山田が受けた74,203円の強謀の内容は、 和牛ステーキ、海鮮料理などであると明らかになった。当該会食の費用は山田氏と総務省幹部ら4人、経営5人で37万1013円であった。2月25日、山田は初めて参考人招致された衆院予算委員会で野党の追及を受けた。山田は、菅政郷様とは、名刺交換は、この会合を以前にしていたと思っております、と。 答えておきながら、立憲民主党の今井正人議員が会食に行った時に長男がいると認識していたのかと、ただすと山田は交流がほとんどない状況だったので、事前にきちんと認識していたかというと、そうではなかったのではないかと矛盾する答弁をした。5人の会食時の認識は横並びだったと思うので、お話もしておりませんので、どういう方がいたかも、 にわかに思い出せなかったということですと、山田は瞑想答弁を続けた。今井が5人で会食して、そこに首相の息子がいたかどうかわからない、なんてことがあるのか、などと正すと、山田は私自身、仕事、プライベートでもお会いする方がどういった方のご子息であるかとかは、あまりお付き合いに関係がないと思っている、菅様がいたことについて、 こういう言い方は適当かどうかわかりませんが、私にとって大きな事実だったかというと、必ずしもそうではないのではないかとと答えた。答弁では、6日前に、総務省の情報流通行政局長に就任した、山田の夫の吉田博士が助け舟を出す場面もあった。山田は、月収の6割に相当する70万5千円を自主返納したが、辞任は否定した。しかし、 同年3月1日、体調不良による入院を理由に、辞職届を提出した。山田の退職金について、加藤勝信官房長官は、回答を控えるとの答弁をした。懲戒免職ではなく、自主退職のため退職金は、満額支給されるものとみられる。同日の持ち回り閣議により辞職が決定された。なお、官は2006年の総務大臣就任時、 無名のバンドマンで、社会人経験のない無職の官の長男を、大臣秘書官として抜擢し、2007年まで多数の総務官僚との接点を持たせていた。総務官僚の鈴木茂樹と、谷脇康彦、山田紀子、秋元義則ら、外務官僚の金杉健次それに、堺井学総務副大臣、野田聖子総務大臣、高市さない総務大臣、 寺田実総務副大臣、新谷正義総務副大臣の秘書、その他、新藤義隆、佐藤勤村、現職または、現職の総務大臣、総務副大臣、総務大臣政務官らが、NTT からの出演を得て、高額な会食を行っていたことが2021年3月3日から3月10日に、かけての週刊文春報道などで発覚。NTT は、総務大臣から、 事業計画などの認可を受けて経営されており、一般職国家公務員の場合、総務省幹部が NTT 側から共同接待を受けることは国家公務員倫理法に転職する疑いがある。2020年6月4日、山田は総務省の牧口英二国際戦略局長とともに NTT グループの関連会社が運営するレストランを訪れていた。接待したのは NTT の沢田純社長と北村良太執行役員で4人の飲食代は総額で約33万円だった。NTT ら会員企業は100万円単位の年会費を店側に支払っており、会員企業の場合、代金が4割引きになる。鈴木茂樹や谷脇康彦、秋元も2018年などに NTT の宇野浦博前社長や沢田純社長や 子会社、NTT データの岩本俊夫前社長から、高額な接待を受けていた。当時総務審議官だった山田蒔子が、NTT 社長らとも会食をしていたと、週刊文春で報じられたことについて、政府は2021年3月4日の参院、予算委員会で、山田氏に事実確認をしない考えを示した。菅義偉は、山田が3月1日に辞職した際に、 NTT 社長らとの会食を知らなかったのかと、日本共産党の田村智子に尋ねられ、承知していませんでしたと答えた。田村が、山田氏への事実確認は、当然行いますねと尋ねると、加藤勝信官房長官は、すでに退任されているので、当方から事実確認する立場にはないと思っていると答弁した。田村が、なぜ事実確認されないのかと質問すると、 加藤官房長官は、すでに退任されて、一般の方になっているわけですから、政府側が確認する立場にはないと説明した。田村が、それでは、官政権は、接待問題を究明する立場にないことになると、追及すると、官は、そこはルールに基づいて、しっかり対応していると主張した。3月5日、牧口英治国際戦略局長は、接待に、 山田も同席していたことを認めた上で、会費として NTT 側から求められた1万円を支払ったと説明した。2020年3月9日、在タンザニア日本国大使館にて、タンザニア中殺特命全権大使、後藤新一と、ありがとうございます。